お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらこやこやデッキに新カードアーチャクイを添えてやっていきたいと思います。さあ皆さん大好きね、こやこやでございます。まあ僕も大好きで、しかもね、こやこやってそこそこに強いんですよね。それがね、またすごい害悪なところですよね。そこに今回ね、ホバリングですね、ホバの枠にアーチャクイをねぶっこみました。でエリババとかかなっていうのをメガナイトにした、このこやこやで今日やっていこうと思います。エリババをメガナイトにした理由としては、まあアチャクイ対策ですね。透明化してるアチャクイに対してもメガナイトのね召喚時のジャンプのダメージは当たるので、まあ、そういったところでアチャクイに対して戦えるよね。でとりあえずまあアチャクイがと強いので、もうアチャクイゲーだと思ってください。小屋立ててアチャクイ出して、まああとその他もね相手のカードに合わせて出していくって感じで、あとまあ今ねクローンのバグをね、まあ悪用して悪さしてる人たちがいるので、まあその人たちをボコボコにするよっていうポイズンをね、採用してやっていきたいと思います。いくぜ！さあよろしくお願いします。外役×現環境最強アチャクイ。ってことはもう完全外役最強です。はい。最強。うい。うい。やばい。危ない危ない危ない。バレルの位置がね、ちょっとずれてたので、当たんないかなとか思ったんですけど、さあ、コカッちゃんですね。あ、これマザニクでよかったですね。なんかアチャクイ出しちゃったんですけど。さあ透明化してもいいんですけど、まあしなくてもいいか。でこのねアーチャークイーンとか、まあアーチャークイーンかな主にの強すぎる理由が、あの透明化をね何回でもできるんですよ。まあ自陣でやったら基本的に相手陣地で1回できます。まあ2回できるんですね。まあ3回でも4回でもできるんですけど、まあそんなする間にはやられてしまうかなっていう。一応クールタイムがあるんですけど、まあクールタイムがあるとはいえ、自陣からね相手陣地に歩いていく間にまあ溜まっちゃうんですよね。もう一回、スキルが。圧着にね、足が遅いから、まあ逆にそれがなんか強くねっていう話よね。さあ、吹き矢やってほしかったけど、そっちを、タゲ取る。さあ、で、今回相手がバレバレですね。で、金のマザネクはマジで見慣れない。あの吹き矢多分ね、うちの小屋破壊しちゃうんですよね。いや、そうですね。なんで、次からまあ小屋はもう一個下に置くか、ちょっと考えた方がいいかもですね。さあ、バレーバレーです。まあ、YouTuber 対決なんで、さすがに負けられないよねっていう。さあ、着衣、オーブン置いて、あ、オーブンこれ、多分もう一個右でも釣れたっすね。さあ、これインフェね、竹取られてるんですけど、透明化してあげて、さあ、着衣残る。はい、5ワードです。まあ、4ワードか ?1 コツ使ってるんだね。で、さすがにここではスキルがたまらないんですけど、まあ、落ち着いてね、小屋置いていきましょうか。で、小屋小屋デッキって、あんまりロケットとかね、入ってるイメージがないんですよ。だから入ってなかったらいいなと思いながら、内側ですね。うん。さあ、しっかり小屋置いていきましょう。この位置ですね。プリンセスとか、ホバリングとか、ベビドラとか持ってる相手に、このね、普通の位置っていうのかな、ちょっと高い位置に置いちゃうと、壊されちゃうんですよ。だから低めのこの位置に置くと、最強です。相手はね、スペル打ちにくいし、壊しにくいし、みたいなね。さあ、この単体はもうマザニクでね、全部豚にしてあげる。だってマザニクもさ、うっといじゃん、言っちゃえば。うっといマザネクもいて、うっといアチャクイもいて、もううっといムートもいて、なんならメガナイトもいてて、もううっといデッキなんですよね。さあ、なんとなくケツメガから入りたいと思いました。さあ、ちょっとだけね、ちょっとだけ怖いが、まあ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 、こんなもんね、いいんすよ。時代はアチャクイなんでね、なんならアチャクイであれを壊したいまである。あ、ポイズンでや。ポイズンで壊すそう。あれ、プリン？ちょっと待って、うちのプリンが、ちょっと待って待って、汗汗汗汗。ちょっと待って、メガナイトが行かれちゃいますね。インフェなので、もしかして出さないぐらいの感覚でもいいかもね。さあ、非常にね、あれもしかしてピンチじゃないでしょうか僕っていう。マズネク残ってほしいな。さあ、マズネク残ってほしい。あのプリンちゃんのね、射程がやばいね。そう、プリンセスウッド的なね。で、これ、まあ一応透明化してあげて。さあ、これがね、まあ強いの。スケバレプリンも全部やってくれる。オッケーオッケーオッケー。いや、いいね。で、しっかり小屋置いて、アイテムスペルないんでね、ロケないので、これもう粘り合戦ですね。非常に粘り合戦です。アチャクイのダメージ入るといいんですが、まあまあまあ、無理に行かずにね。さあ、これ絶対こっち、アチャクイでタゲ取りながら、で、さあ、豚になって、欲しかったがならない。これで左攻めて、これムートにね、コストを使わせるんですよ。そしたら、アチャクイね、あんま対応されないんで、そこを、透明化。ふっ、ちゅ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 っ、いやー、でかいんだよな、これが想像以上に。いや、しかもムートも入ってるっていう。で、あれ、ちょっと厄介だったね、もう、ポイズンでね。さあ、ポイズンも刺さっていくよと、まあ、あとは、もう、イモればいいので、いや、アチャクイ強いね。
なんかメガナイトの後ろのアチャクイとかも強いですし、なんか普通にこうユニットのね形を組んだアチャクイもまあもちろん強いんですけど、なんか単体でいくアチャクイが強いね。結局なんかとセットでいるとそこにやっぱ対応してくるんですけど、アチャクイ単体で行った時にやべえこれスキル使われるのかなどうなんだろうっていうので相手がめっちゃこう警戒しないといけないんですよね。で使わなかったらなんか対応しなかったら対応しなかったでめっちゃ勝てますし、なんかおうナイス気づいたら落ちてましたね。なんかこうね相手とのこの心理戦が始まるわけですよね。でそこに大量コストを使わせることもできるので、意外とこの小屋小屋だと特にねアチャクイ単体でこう行くっていうのが普通に強いね。常になんかぼちぼちな攻めをね、小屋の残りとアチャクイ、小屋の残りとムート、小屋とみたいな感じでなんかうわずっとなんか来んじゃんみたいな、それがねまあ小屋のやっぱ強みですから。えこれもしかしてあなたはクローンじゃないですか、不正をしようとしてないですか。なんかねクロロのねルールブック的なねところに悪用ですね、なんかこうゲーム内のエラーを悪用したりすることはもう良くないですよって、そういうことはね書かれてました。なので、まあ、気をつけないともうもしかしたらアカウントなくなっちゃうかもしれないんでね。さあバグって分かっててもうそれをね大量に使って煽り散らかしてそういうことをするのはね非常に良くないですから。さあゴブ小屋を置いていこうか。まあとりあえず分かんない、今のところゴーストへのスケバレなんで、まあ今のところなんか普通、うん、まあ、でもクローンすごいありそうな顔アリス、おお来たおじちゃん、おじちゃんね。なんかでもスケルトンキングより正直使われてるかもしれない。なんか僕の中ではアチャクイが最強、その次スケルトンキング、3番目黄色おじちゃんだったんですよ。なんですけどなんか意外とマルチとか、まあ、グラチャレとかもだし使われてるのは違うんですよね。まあアチャクイが一番は変わんないんですけど、アチャクイからの黄色いおじさんからのスケルトンキングっていう、意外とねこの黄色いおじさん結構使われてる人気なんですよね。さあちょっとだけなんか陸行きがね地味きつ、アチャクイの使い方はねしっかり透明化利用して、まあ防衛でも攻めでもね活躍させましょう。痛いね。まあ小屋置いとけばいいですね。とりあえず困ったら小屋置いてください。小屋置いてから考えればいいですね。まあ相手はなんかすごい陸で攻めるね。よいしょ、デッキ。あ、これ、金魚できるぞ。突進してこい。突進。突進。一回で終わっちゃった。こう見るとな、そんななんだけどね。さあ、これもうメガネで言ってよさそうですね。形組めそうだったらちょっと組んであげて、もう奥邪魔なんでポーズン打ってあげて、スケブとか来たら、みたいなね。さあ、圧着でここもね、溶かしにかかりたいね。透明化使って早めに溶かすか。メガネってやっぱ厄介なんでね。さあここの透明化の火力がねお化けなので、いや強いんだよマジで。だから何でも倒しちゃうよね。ジャイだろうがロイジャイだろうがゴブジャイだろうがとりあえず何でも倒してくれる。今の透明化使ってもよかったかもしれないですね。さあマジックアーチャーが、まあ、5じゃないのでちょっとだけ厄介ですが、まあまあほどほどにね、ほどほどにしていきましょう。アチャクイじゃね、マジアチのタグも取れるかなと思ったんですけど、殴りすぎ、アチャクイ入って、こっちに。ナイス。で、相手のスペルが今んところ出てないので、まあ、非常に地味な試合にはなるかもしれないんですけど、このまま小屋を置いとけば勝てるんじゃないか精神。で、ここ透明化になりましょうか。透明化なって、さあ、アチャクイで、これもう一回透明化なれるんだけど、いや、なれないか。メガネで踏まれちゃうっすね。さあダメージがね相手もなんか主軸があのゴールドナイト的なね感じなので、相手もなかなかダメージが通らないっていうので、お互いね全くダメージが通ってない。これキングギドいくよね。オッケー。さあオッケーなのか。まあまあまあキングギドしました。問題はマジで削れないね。圧着で奇跡を起こしたいっすね。でここのメガナイトにメガナイト使ってくれてみたいな、檻があるからかな。まあ、陸がちょっと硬いんだね。メガナイトいないタイミングのアチャクイが刺さりそうなんだけどな。さあ、相手がちょっとサイドをね、帰ってこようとしてるんで、まあ、小屋置いてあげて、まあ、小屋小屋デッキの大事な点は、まあ、無理に戦わないってことですよね。
ぶっちゃけ守ってれば勝てるんですよ、ある程度。さあ、着衣でね、全とかしましょう。おい、いやー、強っ。まあ、ただただ、ね、あ、着衣が強い動画になるんですけど、まあ、それがまたいいで。これ、あ、メガネとか。まあ、メガネとしゃあなし。俺の負けずでちょっと怖いのが、メガナイトのジャンプがどこに飛んじゃうか分かんないよね。そう。やばいやばい、ちょっと行こうよ。ちょっと行こうよ。さあ、着衣を召喚していこうか。まず10秒なんで。まあ、さすがにこれはね、勝ったんじゃないでしょうか。プッ。透明化してあげて、この間に溶かす。透明化すればね、だってメガナイトこんなに溶けたっすからね。えぐいよ。なんで、まあ、あ、着衣に関しては、積極的にスキル使った方がいいっすね。なんかクラクラとかだとスキル1試合で1回しか使えないとかあるんですけど、クラクラは何回でも使えるんで、最強ね、使いまくった方がお得だよね。さあ、よろしく。今日はね、クローンバグたちと当たんないですね、今んとこ。この敵はね、クローンにもめっちゃ強いですね、ポイズンなんでね。さあ、ゴブ小屋置いていきましょう。小屋置いて休憩です。さあ、ベビードラ、いやー、全然あるよ。まあ、わかんない、何でもある。ベビードラはね、正直何のデッキにでも入ってるんで、まあ可能性はね、クローンの可能性はね、あります。期待です。これでもちょっとうざそうなんでね。ああ、ユーノってことはもう違いますね。普通にもね、これユニットで攻めてもあげてね。ああ、まさに怒りちゃった。いや、舞台になれ。いや、舞台になったらムートが残る。ああ、残って。さあ、ユーノ、ベビー、ライドラ、いやー、わかんないっすね。わかんないんで、小屋置こうかな。バルーンとかもでもあんのかな。でも、キングギドできるならしたいよね、正直。っていう思いがあるので、キングギドします。ちょっと早いかな。オーケー、危ねえ危ねえ。さあ、キングギドできましたんで、こっからは防衛しやすいね。まあ、ラバか、ゴレか、まあ一応透明かね。いや、これがマジバケモン。いや、全部やれる。やばいよね。で、これ残ってるんで。いや、強。強すぎる。これ、やりこみに飛んでタワーに行くかな。歩いたらいい。ああ、歩いたらよろしい。いいユノですね。ヌズ？まあ、ゴレ、ラバー、ラバーもでも薄いか。ランバーいるもんな。まあ、ゴレ、オリいや、なんとも言えないんですけど。まあ、重量級系のサブですね。ロイもないっすもんね。ライドラだもんね。さあ、まあ、あ、着衣がね、無双するのは間違いなさそうですね。あ、着衣、マザネク。まあ、この辺の遠距離をね、しっかり使いながら。で、もしかしたらスペルもないかもしれないんで、この低めね。低めも最強だよ。さあ、タルとかでカード回しをして、小屋置いていきましょう。あ、嫌だったんで、ラバーが結構濃いくなってきますね。さあ、嫌なので、すべてがいきます。私。で、これ、ちょっと攻めてあげようか。今、ラバー出した瞬間なんでね。1枚ぐらいしか出せないんで、まあ、ここでなんか処理できたらラバの光栄ね、あんまりついてこないよねっていう。さあ、まあ、圧着でとりあえず溶かそうか。圧着で溶かしてしまえば光栄全部ボーポイでやれるんだね。さあ、まあ、一応ボーポイして、さあ、クローン出ましたね。悪用してます。ファイスピも飛んでね。いや、しかもマザネクのね、この豚がね、いや、陸も受けてくれるよっていう。いや、強すぎる。圧着衣がやばいね。盾さえ溶かしてしまえば、光栄全部ポイズンでいかれるやれるんで、圧着衣のスキルを使って、とりあえず盾をね、壊して光栄はね、まあ相手のユニットにもよるんですけど、メガナイトで踏むなり、まあ圧着衣でなんか、なんだろう、ポイズンでやるなりとか、いろいろね、できるんで。さあ、で、スキル使って、これで壊れる。ポイズンいらなそうだったら、もうマザーネックでもいい。いや、ファイスピ、マザネクの豚さえもね、奪っていく。っていう、もうクローンでね、悪用しようとしてる人たちは、しっかりね、ボコボコにしてあげてね。さあ、クロークね、スキル、もう一回使えます。いやー、着衣ね、ピョン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 、化け物です。いや、もう圧倒的圧着衣ですね。今はもう圧着衣絶対手に入れた方がいいです。まあでも、14レベルっていうのがきついね、タワーレベルね。なんか今までだとね、こうトロフィーなんぼでアンロックとかだったからね、トロフィー5000目指そう、いや5200目指そうとかがあったっすけど、タワーレベル14でアンロックってなんか無理っすもんね限界があるっすもんね、どんだけ頑張っても。それはちょっと辛いとこですけどね。まあなんかめちゃくちゃ
綺麗な宝箱あるじゃないですか。アチャクイとかタワーレベル14だったらチャンピオンが確定の宝箱、あれをなんか残しておいてタワーレベル14になってから引けば確定でそのまま出るらしいんで、まあ、宝箱温存しとくっていうのもまあありではあるよね。さあ小屋は置きたいんだけど小屋がねえしちょっと重たいので、まあ金色のねおばちゃんね、なんか黄色金色系増えたね。さあ金色おばちゃん出してあげて、さあダークプリンスか、まあダークプリンスは何でもいいよね。さあ金色おばちゃんさよなら。さあムート、まあ、しっかり小屋置いていきましょう。ムートですね、まあ、ダークプリムートか、これもなんか珍しいのあんま見ない気がする。うん、さあライトニング、ライト打ったってことはあんまコストが今ないので、これメガナイトで蓋してね、まあ攻めたいんだけど、まあアチャクいたら結局ボコボコにされるんだよね、これも。さあ行きましょうか。ライト使ったんだね。さあ透明か。おー行かれるんかーいって感じでね。なんだろう、ダクプリオリムートのライトニングって、まあなんかゴレに、圧着位対策でライトニング入れたみたいな、ぐらいだと思うんですよね。なんかそんな感じだよね。多分、ああ、そうです。ゴレです。ゴレですね。で、まあ、ゴレライトか、まあ、ライトニングあると、圧着位ね、マジワンパンされちゃうんですよ。圧着位の、まあ、唯一の弱点って言ってもいいんですけど。まあ、なので、まあ、普通にそれ以外で回して、普通にそれ以外で戦って、ライトニング打たれたら圧着位とかでもね、いいと思います。さあポイズン溶かしに行こう。さあ溶かしたいが溶けなかったらしっかりメガナイトで踏んでね、踏んでいかなきゃやばいんだけど、踏むコストがねない、やばい。さあ着衣透明か、まあまあここで踏んでなんとか耐える、なんとか耐える、耐えてメガナイト後ろ向いて。さあいやここは相手ライト使ってないもんね。いやこうなってしまうとちょっと痛いが、さあメガナイトのコストなかったっすね、全体的に重かったっすかね。さあこれゴレ受けか、相手相手最後スペル削りに行きましたね。スペルで削れるやろって甘えてきたところをしっかり圧着いとこのムートでさあワンパンしていく。いやちょっともうあれ負けたかなって思ったんですけど、まあ最後相手がライトニング削りね2周ね回らないんでね、6個使ったら4個ずつしかないので最後ぶっぱして、まあ、大逆転と。さあよろしく、しっかり後衛メガナイトで踏んでいきたいですね、まあ、意外とアチャクイって5コスでスキルも使って6コス使っちゃうんで、思ったよりねコストがなくなっちゃうっていうのも。おーいさあ来ました皆さん、鬼退治の時間です。ラバクロですね。いやーこれポイズンネクストさ回ってきてくれるかでめっちゃ世界変わります。いや回ってきた熱、これだってもうスキルで溶かして、あスキルでもあれか回ってこないわ、スキル使うだけだとね。圧着衣透明か、さあメガネと踏んであげる。さあラバクロですね、まあ、ここはクローンじゃなくてねラバ圧着衣で攻めてきました対戦相手、まあ、コウモリかランバーか。さあランバーでここでコウモリが来るかもしれないんだけど、ファイブ持ってるんでスケルトン部隊もワンチャン。さあ透明化してあげて、いやーいい、あーちょちょちょじゃね、そう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 、いい子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 、いやこれがねバカ入るんだよね。オーケー、いやマジクローンしかいないのよ本当に。クローン使えば勝てると思ってるんでね。さあバグを使って、負けていく人たちはね皆さん見ていってください。まあオーブンとか置いてね、まああっちゃくマジで踏めばいい、メガナイトで踏めばいいんで、これ透明化されるとマジ何もできないんですけど、今なんならさ透明化するコストねえんじゃねえとか思うじゃん。でも1コスなんでね透明化マジでやばいんですよね。さあファイブ飛んでくる、まあ、ダメージめっちゃ痛いんですけど、まあ、カウンターでねこんなん終わりだと思いたい思いたい。アチャクイ様スケブ来てもファイスピーってね、おぎゅぎゅぎゅ、いやこれ相手何もできない、しかもファイブ打ったんでこれ多分マザネク足して透明化して終わりじゃない。あーでもこれ範囲でねアチャクイ行かれちゃうんだね。いや行かれる前の火力バケモンすぎー、ナイス。いやまあアチャクイ強いね本当に本当にアチャクイが強い、ただそれだけなんだよね間違いなく。
はい、というわけで今日はね、こやこやにね、圧着入れたデッキでやったんですけど、いやマジで強いね。ホバリングでもすごいうっとかったんだけど、まあ圧着になってよりね、強さも増しましたしね、はい、使いやすくもなったんじゃないかなと思うので、皆さんもね、ぜひこやこやね、まあ圧着いない方はホバリング法でね、ぜひねやってみてください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ではおつけちゃんでした。またね。